っていう炎上していた時期もあると思うんですが、はい、それを今思うとどう思いますか。今思うと、今思うと逆にこう私なりにあの野菜の切り方とか、あの何ですか、筑前煮の野菜の切り方が大きいとか、ハンバーグは煮込むなとか、真ん中にフルーツを真ん中に置くなとか結構ね、あったんですけど、でも私はそれをこう指摘されたことで学んだこともたくさんあったので、もちろんちっちゃい子がいたらちっちゃく切った方がいいって思うのはもちろんあるし、でもなんかその指摘とか強い意見とかっていうのは、私は今の自分がいるのはそういう人たちの声があったから、いろいろ学んだことがたくさんあったので、逆にこう、まあ、感謝というか、良かったなとは思ってます。その言葉から逃げずに受け止めて自分を成長させたってことだよね。そうです、まあ、その時はこの野郎って思って野菜ちっちゃく切ったりとか思ったと思うんですけど、最近の宿舎にちょっと具材しちゃいながら、どっちでもいいじゃんかって思いながらでもやっぱその人にこう客観的に見た時に言われたことっていうのは一つのまあ意見として受け入れて今後に生かすっていうのはまあ大事だなって思うので、今回のこの本もそういう気持ちで本当に見てほしいですね。今もう一番下の抱っこをすることもなくなってきちゃってっていう風になった時に、ああって思います、欲しいなとも思っちゃう自分がいて、まあ、そんな話をまあ最近話したんですよ。話してはいます。ただちょっとやっぱ現実的に考えないとっていうところでまだ話をしてる最中です。杉浦さんとしてはもう辻さん次第ノーポイントって言いたいです本当にでもね、思い立ったらゴーするタイプだから、はい、どっかで僕がこうコントロールしておかないと行くってなったらバーって行っちゃうんで、だから今行けとはすぐは言えないですかね、はい。ただもう本当授かりものなの で、そこはもう本当に欲しいと思ってできるものではないので、はい、ただ私的には、まあ、来てくれたら嬉しいなとは思っています。あ、すごい、まあ、3秒になりましたしね。そうですね、はい、そうですね、やっぱり3人目出産する時までは結構私たちこう何をやっても言われちゃうことが多くて、だからこの4人目を妊娠しましたっていうあの報告を SNS であげるときに正直すっごい怖かったです。なんて言われちゃうかなっていう不安がすごいあったんですけど、4人目のその発表でのコメントがすっごいあったかく迎えてくれたので、もうそこは本当に自分自身でびっくりしました。はい、だからもうそこから本当にYouTube を私やらせてもらっていて、その YouTube でもなんかこう今まで頑張ろうって思っていた自分がいたんですけど、やっぱりでもやっぱ YouTube って頑張ろうと思っても自分自身が出てしまうからやっぱ生活感とか、まあ、料理の作り方とか、でもそういうさっきも言ったように私すごい雑で大雑把な性格なので、やっぱ作り方を見せてしまうと、まあ、言ったら雑なんですよ。でもなんかその雑さだったりとか手を抜いてることだったりとかっていうのを逆に共感してもらえるようになったので、私は本当にすごくSNS を発信することもやりやすくなったし、なんかあこれでいいんだ、自分このままでいいんだって思えるようになったので、本当にもう